んばんは。久しぶりに来れた、ありがとうございます。今日も写真何にしようかな。新公開ってしとこう。ういんくわさかい、こんばんは。スケモンさんばらありがとうございます。浴衣かわいい。そう、これ今日の1枚目は浴衣から始めますね。この今日もお疲れ様ですってありがとうございます。浴衣はね、とうかさんの時なんですよ。こんばんは。浴衣いいねってありがとうございます。何年前、2年前中1の時に行ったんですよね、とうかさんに。その時の写真ですね。すべいさん、クローバーありがとうございます。そう、この時のとうかさんは何回ね、なんかね、この時のとうかさんは友達と行ったんですよ。友達と約束して行ったんですけどめっちゃゲームとかやったのと、あと学校のみんなとめっちゃ会ったのを覚えてます。あー、やっほーって、なんか友達と行ったんですけど、そのとうかさん行った先でも友達とまた会ったんですよね。安田さん、かわいい、ありがとうございます。そう、めっちゃね、浴衣で会ったんですよ。かわいい、ありがとうございます。とうかさん楽しい。そうなんですよ。こんばんは、あなんちゃん。あなんちゃんのところから来てくださったんですか。さらも杉山あなんちゃん大好きですよ。あなんちゃんのちっちゃい頃の写真は見ました、一昨日か昨日か。かわいかった。かわいい、ありがとうございます。とうかさんですよ。あのね、お祭りでは何だろう、きゅうりが好きかな。なんかね、とうかさんっていうのは広島の人には分からないかもしれないので説明。そう、広島の神社の大きなお祭りなんですよね。なんか街中の方にあるんですよ、広島の。なんか6月とかに屋台がすごいいっぱい並んで、ゲームとかなんか射的とかよく出るのがあるんですけど、とうかさん、広島の三大祭り。へえ。そう、とうかさんね、毎年は行ってない、この時っきり行ってないと思います。とうかさんってそうやって書くんだね。いなにって。さらき、あなんちゃん知ってますよ、もちろん好きですよ。ホスターさん、だるまありがとうございます、こんばんは。そう、こんな感じで、なんかね、この時の浴衣、これは朝顔が書いてあるんですけど、この朝顔の浴衣は小学校4年生の時に劇で使うって言って買ったんですよ、なんか演劇みたいな。だけど結局なんか大雨警報でその演劇なくなっちゃって、着る機会ないねって言ったらこの時に着れたのでよかったなっていう思い出ですね。かわいいって、ありがとうございます。浴衣めっちゃかわいいって。本当ですか。そう、朝顔が書いてある、体操着に見える。さら今は体操着みたいな感じ。じゃあ次行きます。次は見てください、これは見えにくいかな。こんばんはって。 What's her name? She's so pretty. 清水さらです。 My name is さら。 あ、同じ人ですよ。 What's your name? アリちゃん、これはSTU に入る前、さらが中1で、アリサさんが中2の時で、なんかアクターズスクールにレッスンをしに行ったら、なんかアリサさんがたまたまおられたので、前髪が汗で、そう、さらしみず、そう、アリサさんがたまたまおられて、でもう妹がアリサさんの大ファンだったので、もう写真撮ってくださいって言って撮っていただいたんですよ。もうすごい可愛くて、なんか持ち物もすごいおしゃれだって、嬉しかったんですよね、この時の写真。すぐお母さんに送りましたね。ずっと一緒でいいですね。アリサパイセン、アリサちゃん、ね、I guess she's one the prettiest I saw so far. ん？推測する、彼女は一人の I saw so far 見た？レッスンに来られ、そうそう、レッスンに来られたんですよ。サラはすぐ真似したがるからって。ハート、ありがとうございます。妹はこの時いなかったんですけど、
そしたらサンダルもありがとうございます。妹ちゃん羨ましがってた？妹ちゃんめっちゃ羨ましがってました。妹はこれを見た時にえってめっちゃびっくりしとった。ホスターさん、誰もありがとうございます。一番可愛いって Yeah, I agree with you って。可愛いくっちゃんさん、ありがとうございます。マスクさん、こんばんは。で、なんかね、 T 先生、そう、ガリサさんは歌のレッスンに多分来られてたんですよ。もう可愛くて可愛くて、もう緊張しました。体操着着てるみたい。こんな感じ。ただこの時一つ結びだったんですよ。ちょっと長かったので、今よりも。こんばんは、アリサパイセン。こんばんは。こんばんは、津田フルフミさん。マルチ521さん、誰もありがとうございます。じゃあ次行きます。待ってくださいね。はい。はい。これから私が大好きなものを紹介します。レッスンとか。皆さん、何だか分かりますか？ちょっと違うな。じゃあヒントいきますね。ヒントは食べ物です。じゃあ正解いきますよ。正解は。ダイエットが終わったらいっぱい食べるけんね。食パン。爆笑。あ、次いっちゃった。さっきのはオーディションの時のやつですね。リコチゴよく、そう、これはなんかオーディション神戸で、なんか色がオレンジになる、なんでじゃろ。なんかね、神戸に行った時、神戸でオーディションをしたんですけど、その時にそう、初めてみんなを目撃した時なんですよ。二次審査の時に撮ったんですけど、二次審査のオーディションの後で、なんかオーディションの後でその説明があったんですよね。その説明の時になんかね、こうやってみなファンの方に投票してもらうっていう形式のオーディションだっていうことを知って、なんかもう今日撮っちゃおうって言って、その日結構なんかあれだし、服とかも結構可愛いな、こういうの着てたしやってたので、で好きなものなんじゃろうって探した時に食パンだったので、オーディション会場からすぐバーって走って食パン買って、オーディション会場から3分後ぐらいでもうここに着いて撮りました。めっちゃね、場所も探したんですけど、ここが一番いい感じで、すぐ撮ったんですけど、何回も撮り直したし、あれなんですよね、なんかね、なんか何回も食パンを隠して出すみたいな形式の動画なんですけど、その時に食パンを後ろに隠してる時にもう食パンが見えとるみたいな、ここに食パン、待って、何だと思いますか、チラ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 みたいな、後ろから見えるみたいなことがよくあったので、人が全くそういないんですよ、少なくったし、ここは、あとなんかこの日ちょうど曇りだったので一番いい感じのあれだったんですよね、いい感じだったんですよ。コンビニの食パンを買ってからやったんですけど、なんかね、そう、なんか自分的には普通だったんですけど、衝撃的ですか、まあ懐かしいんですよね、 CG みたい、食パンチラリズム、そうそう、それでなんか撮ったんですよ、あのお父さんと。お父さんが撮ったんですよね。この後になんかね、この後にビュッフェを食べに行くことにしてたんですよ、これまでダイエットを頑張ってたので。だからあとビュッフェともう一個なんかなんだっけ、あ、そうそう、神戸にイケアあるじゃないですか、イケア、家具屋さんのイケア、そのイケアに行きたくって行こうと思ってたんですけど、そのなんだっけ、ビュッフェの時間と帰りの新幹線の時間も決まってたので、早くって行かんといけんって思っ、早くやりたい、行きたいと思って、で早く撮りたいと思って、早く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 ってめっちゃ撮った、急ぎながら撮って、この後 IKEA に直行した感じでした。使った、あ、そうそう、食パンの話なんですけど、
その食パンを動画撮ってる途中にその何回か撮り直す時にもうその間にも食パンを食べちゃって、これから私が大好きなものを紹介します。皆さん何だか分かりますか？ちょっと違うな。じゃあヒントいきますか。ヒントは食べ物です。じゃあ正解いきますよ。正解はドゥルルルルルルダーン、食パンでした。見えんけどこれもうちぎっちゃってるんですよ。そう、かじっちゃってて、もう我慢できなくてかじっちゃう感じ、かじっちゃったんですよね。かわいいやんってことですか。だから動画で YouTube で見てくださったらわかるんですけど、すごいなんかボッコボコですよパンが。食パンどこか、これはコンビニのやつって感じですね。じゃあ次いきます。そう、つまみ食いしちゃったんですよ。もうオーディションの時のやつ、そう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 、あれでした。我慢できなくて。絶対合格すると思ったって本当ですか？でもなんかファンの方に投票してもらうって聞いた時に、どんなんなんじゃろうと思って我慢できんかったんですよね。あ、味噌カツじいさん名前変えられましたね。 MKJ？ あー、そういうことか。味噌カツじいさんってことか。あ、もう一票入れたで、ありがとうございます。劉翔金さん、劉翔金さん、ハートありがとうございます。キャラ完成してるなと思いましたか？プロフェッショナルじゃんと思った。でこの動画、この写真はうがってくれて本当によかった、ありがとうございます。そう、怖かった。でこの写真はあれですね、この写真は去年の6月、その写真雑誌やつみたい、そうそう、雑誌に載ったやつ。去年の6月になんか青山祐希さんっていうなんかね、乃木坂さんとかハロプロさんとかいろんな方を撮られてるあのカメラマンの方がいらっしゃって、その方に撮っていただいたことがあるんですよ。なんかショートカットの連載に出てきて、でって来させてもらって、でなんか初めてそういう撮影だったんですけど、今も雑誌あるんですよ。なんかなんだっけな、有村愛理さんっておれるじゃないですか、有村架純さんのね、あれのあれがあの方が表紙だった。その時は神奈川内さん、愛さんありがとうございます。見た見た見た、本当ですか。そう、髪は短し恋さを乙女っていうなんか連載だったんですけど、その時にこんな感じで撮ったんですよ、ショートカットのやつで。でこれ撮ったのがなんか民家みたいなところなんですけど、なんかね、あ、知ってるって本当ですか。なんかね、これはお家で撮ったんですよ本当の。でそのお家は普段はホテルみたいな感じで貸し借りできるみたいな感じのお家でなんか撮って、いろんなところで撮影しました。なんかね、なんだっけ、そのあれとか宮島とか街中とかも行ったし、あとこういうなんかなんていうの、民泊ではない、なんかね、人の家なんですよね、泊まってはない、なんか人のお家で、人のお家だったところをなんかホテルにした貸別荘なのかな、で撮ったんですよ。めっちゃ面白く、これ雑誌に載った写真、これは雑誌には載ってない、これは雑誌には多分落選したショットですね。ケンジさん、へーって、そうなんですよね、しゃもじ持っとったねって。いやなんかその時のことをそんなに覚えてなくないんですよ。何日もかけて、いや1日だったと思います。でもなんかね、サラにとっては HKT の山下エミリーちゃんも髪は短くて、そうなんですか、初めて知りました。そう、でも髪は短し恋せ乙女っていうやつです。エミリー様ですか、びっくり、これ欲しい、オフショットのて、そうなんだよ、初めて知りました。そう、一人で撮ったのは初めてだったんです。ホスターさん、クローバーありがとうございます。そう、これは去年の夏ぐらいかな。じゃあ次いきます。次、これもそうですね、なんかね、影になってて、あんまり
見えないんですけど、ネットに記事があるねって。そう、ホスターさん、クローバーありがとうございます。これはなんか影でこういうテクニックがあるってことを、テクニックを見せてくださいました。弱者みたい。そう、この写真すごく私も気に入ってたんですけど、なんかねこの写真はなんかあれなんですよ、ごめんなさい、思い出して笑、思い出し笑いがやばいんですよ。サラこんばんは、ゾサンクレオタさん、ハートありがとうございます暗闇のジャケットか、いや、なんでもないですなんかね、面白いことがあったんですよ、この写真を撮った時。映えてるって本当ですか、ありがとうございます。なんかあのね、この写真は自分でもなんか漏れてるもう言わないで、この写真は漏れてるなって思ったんですよ。なんか私この前メールにも載せたんですけど、この角度が漏れてるっぽくって、なんでもない矢作前、本当ですか、似とる、似てますかね。このさあちゃんね、このさあちゃんは2019年6月とかのさあちゃんですねやーよレベルの思い出し何ですかやーよレベルって横顔がロマンチックん、こんな感じ。なんかね、こうやってやったら鼻が高く見えるので、サラ的には萌えショットですね。横顔美人ってなんか萌えちゃんみたい。 UFO なんかそう、え、なんかね、これで見たらそんなに見えないんですけど、めっちゃ漏れてます、自分じゃないみたい、シュッってなってるなんかその写真を、撮った写真を見せてもらったんですけど、カメラの中の、それを見た時に、え、これめっちゃ漏れてる、絶対これが、いや、これ欲しいと思って、この写真欲しいって思ったのを覚えてますね弥生ちゃんも不思議な思い出し笑いよくするねそうなんですかえんちゃんさん、誰もありがとうございます。その覚悟やはぎもやかちゃんに似てるって、そう、本当ですか、やった、私はやはぎもやかちゃんさんも好きですやったじゃあ次行こうと思います。あ、夏いですね、これはってやってる、すち、やすべいさん、だるまありがとう。え、これサウの顔見えんし、見え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 、こうやってやったら見えるうん、かわいいですか、逆さま、そうそう、でもね、なんかね、寝転がって撮ったんですよ、桃皿秘めたんで撮ったんですよ。なんか舞浜行った時に、もうこれマジで楽しかったので、そらこの日々に戻りたくて毎日回想をしていますね。私は回想、妄想わかんないんですけど、なんか中学生さんがなんか何で部屋を決めてるのかわかんない、あ、見えない、何で部屋を決めてるのかわかんない感じなんですけど、エスベさん、誰もありがとうございます。どうやったら見えるのかな、これ。なんかね、たまたまももちゃん、さらちゃん、ももちゃん、ももちゃん、ひめたん、さらちゃん、さら、さらちゃんって自分で言ってしまった。ももたん、ももちゃん、ひめたん、ももたん、さらちゃん、ひめかって呼び捨て症になっちゃった。も、ん？ももちゃん、さら、あ、ももちゃん、ひめたん、さらちゃん、さらちゃん、さらで3人で同じ部屋だったんですけど、どんっぽい？間違えた、間違えた、え、言わないで、間違えただけ、自分のこと呼び捨てにしようと思ったけど、なんかももちゃん、ひめたん、さらで同じ部屋だったので、そう、間違えた、さらちゃんつっちゃった。はだる、は、かわいい、ありがとうございます。意見が2時に自分の部屋に帰った日が、え、そんなことさら言ったっけ、何でしてるんですか、だって2時とかメール返ったら止められる、さらちゃんでええやん、自分にちゃんつけていいよって、そう、間違えて勢いで言っちゃったなんかその時にサラちゃんって三重視、三重視かもしれん、ももちゃんにしか目がいかんって、可愛いですよね。なんかね、楽しかった時なんですよ。この時はなんかね、一緒にコンビニにご飯買いに行って、 TikTok 見て、テレビ見て、ね、 TikTok でなんかね、ももちゃんと手つないで寝よう、これはもう結構話したんですけど、ももちゃんと手つないで寝ようと思って、なんかももちゃんがと、まあベッドが3つあって、なんか一人一人ベッドあれだったんですけど、なんかサラとももちゃんのベッドが隣で、ももちゃんがなんか来たいなら来て、サラがももちゃんの方向を見て寝とったら、なんか来たいなら来ていいよみたいな言われたので、ももちゃんの部屋に行ったんですけど、そしたらなんかももちゃんが
あ、部屋にじゃなくてももちゃんのベッドに忍び込んだんですよ。そしたらなんか手つないできたので一緒に手つないで寝てたんですけど、なんか手はなんか途中なんか手をつないで寝てたらなんか手汗がきた、手汗が慣れだったので寝なかったのでこれ見ると ST の未来はこれ本当ですか。結構すごい顔してますよ。で一緒に寝てたんですよ、それからも2人で。だけどなんか起きたら戻ってて、サラが起きたらサラが戻ってて、なんか一緒に寝たはずなのにいつ戻っとったんだろうと思ってももちゃんに聞いて、ももちゃんもわからんって言って、今度は一緒に寝たいなって思いました。3人でも寝たいなって思いました。なんて微笑ましい、人生で一番楽しい時やね。密だな、密ですって。もうサラはガチだって、いいエピソードやんって。そうでしょ、あらあらわって。無遊病、え、サラも無遊病かもしれないですね。ももちゃんなかなか、そうそうそう、なんかね、サラをなんかベッドに誘ってくれました。ももサラは手をつないでる動画もあり、動画ありますっけ、動画あるかな。お腹同士手つなかわいい、キュッと手をつない、楽しかったですよこの時は。ほんまにコロナ禍に入れる券を抽選で1枚、絶対渡さない、誰にも渡さないですねダメですね、この3人じゃないと絶対嫌ですね。サラちゃんの目が面白い、本当ですか。手をつなぎながら、かわいいももちゃんかわいすぎでしょ。もうね、この時めっちゃほんまに楽しかった、戻りたい。この時もうなんかね、東京の時2日あったんですけど、もう200ともめっちゃ楽しかった。ちょっと待ってくださいね、次も東京の写真なんですよ。星に誘ったキャーってどういうこと。胸ゆきさん、胸ゆきさんって言ったらゆきいかちゃんみたい、かわいいって。本当ですか、みんなかわいいね。この時はこれはなんじゃろう、これはあ、これはなんじゃろうじゃない、これはなんかこれは東京に着いてすぐ撮ったんですよ。1分くらいの時に横断歩道を渡ってる時に撮りました。集合写真はとうとう 1,2,3,4,5,6 だけど、晩はなんじゃろう、劇場は休業解除されてるから運営さん次第でもうすぐ。そうなんですか、へえ。まあこれはこれもめっちゃ楽しかったですよ。なんかね、マスク多めなことに時代を感じ、そうみんなマスクしていい顔してるよって。そうでしょ、これ楽しかったんですよ。なんかね、ユリッチと新幹線一緒だったんですよね。なんですけど、ユリッチと一緒に新幹線2人で乗ってたら、2人でなんかあと楽しかったのが、みんなで人狼ゲームとかしたりもしておったし、あんまり喋ったらうるさくしたらいけないから LINE で人狼ゲームとかしたのとかも楽しかったし、なんか途中で席変わってユリッチと隣になって、でなんかね、ユリッチと映画見てたんですよ最初は。でそしたら映画見てたら2人ともなんかいつの間にか寝てて、それで起きたら東京着いててみたいな、あー楽しかったなーって思って、その新幹線から。ヨシーさん、誰もありがとうございます。みーたん、さーちゃん、ももちゃん、ゆーちゃん、サーピーニク、あ、そう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 、そうですよ。ヨシーさん、誰もありがとうございますマスクのタイプ違う、そう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 、これはね、このマスクはね、たまたま峰吉ありささんと一緒のマスクでした。楽しかったですよ、青春って感じしますかそしてこの辺に修学旅行気分、うん、楽しかった。まだ1回しかそういう東京とか行ったことがないので、なんか泊まりでだったので楽しかったです。これは定期って感じ、定期面白い、誰ですか、だってサラです、これサラです。これは生まれてこの方この名前なんて許してちょうって、あ、胸ゆきりかちゃんと同じ名前、前の壁紙きたって、壁紙にしない。これは3歳の時のニューヨークの写真なんですけど、これはなんか史上最強に顔が盛れていないですね。
どう思いますか？今来た人びっくりしますよ、この子が配信してると思ったら。サラちゃん第一形態、ボス感半端ない。本当？サララスボスなので良き？ある意味漏れてる。もうさ、貫禄が、もう貫禄がめっちゃあるんですよ。あとお腹が出とる。なんかでも、どう思います？めっちゃ成長したと思いません？11年前くらい。ドイツ人物見えないですよね。面白い。ケブピーチさん、ハートありがとうございます。今日で封印しなきゃ。いや、これ定期なので、定期的に見せていこうと思います。インチキの商売してそう。してないですよ。なんか最近は、もう貫禄というか、ボケてるって、この前、ミリアちゃんの配信見てた時も、ミリアちゃんが、しーちゃんは中学校3年生の子なんですけど、もう、中学校3年生だけど、もうびっくりするくらい貫禄がないんですよって、この前配信で言ってたので、ミリアちゃんも。この頃の貫禄を取り戻したいですね。まだまだ。ギャビエちゃん、ハートありがとうございます。ファーイラストとか、頑張ってない。ちゃんとここ、今見てる。ほら、増えた今。2423人の皆さん。皆さんというか、この話7回目だからめっちゃスポーだって。嘘でしょ、7回もしてない。今より大人っぽいって。なのでね、この頃みたい。そう、私は人生でずっと太ってる気がする。デザイナーフォローの写真、そうそう、なんかだからメールで送るときは大体私はちっちゃい頃の写真送るとき1枚とかで1個だけで送るんですけど、この写真送るときは2枚送ったんですよね、メールに。なんで送ったかというと、この写真1枚だとサラがこれだと思われたら嫌なので、一応漏れてる写真も入れて送っておきました、その会話のメールは。なのでメールを見られた方は分かるかもしれないんですけど、漏れてる写真付きですね。このこういうなんか漏れてない写真は昨日のサラの画像もよく通ったな。昨日のサラの画像何ですか？ドクタースランプあれあれちゃんいそうなキャラだって。何ですかそれ、ずっと使えそう。そう、これからも、そう、なるほど、中和する。そうそうそう、だから漏れてる、これこそ漏れてるだって。写真とあれしました。いつかテレビデビューする写真だから隠しとき。そうですね、昨日の画像かなり際どかったって。本当？何か分からん、昨日の写真覚えてない、盛りようがない、わら。じゃあ次行こうと思います。ボスですよ私は。これは何の写真ですかね。あられちゃんのこと、さっきの。あられちゃん、てれれ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 んちゃん、てれれ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 れ。あら、かわいい。本当？これはアンデルセンっていう広島にある、広島以外にあるパン屋さんで、パン屋さんというかフードコート、その上の、もうね、アンデルセンっていうのがパン屋さんみたいなのが広島にあるんですけど、なんか最近工事をしてて、もうちょっとしたら新しくなるらしいので見に行きたいなって思いました。振り幅がすごすぎるんじゃ。でもこれはそんなに変わりました、変わりましたと思いますか？変わりました、今と。どういうポーズじゃろ。無邪気で無敵、そこ好きそうだな。同じこと、同じ、そうよ、同じ人物。これは芸能界目指せるから、そんなことは。これ過去一ですか？そんな、そうですか。なんか皆さんと私が思ってる趣味って違うんですね、なんか、なんとなく。なんか、これなんかあれみたい、なんかビフォーアフターって感じ。ちょっと頭の縮尺が違うけど、どうやって撮るか分からん。面影もう一回、もう一切ある。さっきの親戚の、いいかな、いや親戚の子じゃない、親戚のおじさんじゃない、これまるで TV 番組。そう、なんかビフォーアフターみたいな。スプーン口にする、入れているのって。そうで、なんかね、これな、これよく見たらパンかも、ここにあるの。昔からパンが好きなんですね。さっきと何歳違うの？同じぐらい、多分一時帰国とかの時なので数ヶ月差とかだと思います。日本指が可愛いって今昔も可愛い、ありがとうございます。アンデルさん、青山の古くあるから。へー、またあるんだ、青山にあるんですか。それは変化がすごい。口元同じ、
もう一枚くれって言ってて、くさーって言ってる顔からじゃあ次いきます。あー次はももちゃんですね。カメラ目線が決まってる。数ヶ月、そうさっきの写真とあったの。これはももたんですね。数ヶ月さももさら、ももさら、あーですよ、ももさらですよ。これはなんじゃろう、あら二人とも可愛いって。これはなんかなんかね、なんか動画撮った時かな。あ、なんか一人ずつ自己紹介する動画を何かに向けて、3周年に向けて毎日上げてたみたいな、あったくないですか。その時のももちゃんとの写真ですね。昨日もももちゃんと LINE したし、一昨日も LINE したし、今日も LINE したしって感じですね。こういう写真いいねって本当ですか。ももさらですよ。ももちゃんと仲良しそう。ももちゃんもめっちゃ可愛いんですよ。なんかももちゃんのちっちゃい時の写真が好きなんですけど、好きなんですけど、あれなんですよ、ももちゃんのちっちゃい時の写真をいっぱい送ってもらって、サラはそれを加工してあの一つの写真にまとめてからホーム画面にしたりする。星でどんな会話するの。 LINE で、 LINE ではなんか、なんかほぼ毎日結構ずっと LINE してるんですけど、ももちゃんとは。なんか昨日はなんか、その昨日は一昨日の夜 LINE してからの朝ぐらいに LINE してから、また昨日の夜まで LINE してなかったので、ちょっと20時間ぶりぐらいの LINE だったのでももちゃんに、私それ20時間ぐらい前が空くことあんまりないので、毎日 LINE してて、ももちゃん私のこと覚えてるって LINE したら、覚えてるよんってきました。チュッチュッってきました。おさんかりょうたさん可愛い、ありがとうございます。うん、父はこの人で10年あった。でも10年いたらさ、24歳、さらちゃんはももちゃんオタだね。だってそうなので、認知もらったということで TO ですね。私は親友か付き合ってるかどっちかですね。昨日ぶりやん。そう、なんか20時間ぶりぐらいの LINE だったので、さら的には結構久しぶりなんですよ。もうなんかもうさらがその重すぎてなんか3時間おきとかに LINE を3時間おきというか、もうずっと LINE をしてた感じだったので、20時間間が空くってことはほとんどなんか久しぶりだったので、覚えてるって LINE しました。遠距離ですね私は。ももちゃん TO なので、ももちゃんファンの方はすいません。禁じられてない2人ですから。ピンユさんハートありがとうございます。ほら3時間おき、もっとする、もっとする、全然。それはどうってどう、可愛い、抱きしめたい。え、どっちよ。うん、好きすぎて、好きすぎて、好きすぎて。ももちゃん噛みたいよ。禁じられてないので、もう永遠にその追い続けようかなって思います。え、あ、ももちゃんがさらちゃんが久しぶりって言ってたことにびっくりしてたよ。マジ？だって20時間も間が空いてたので、もうそれはもう久しぶり以外の何でもないんですよ。久しぶりすぎたんですよね、20時間とかも。サラちゃんは束縛タイプなのかなって。怖い。私のこと覚えてるわ女。そうなんですか。永遠プレッシャー。あ、なんかいいですね、こういうなんか写真を歌に例えていく感じ。私に期待しないで、理想のかの一日や20時間。そうそう、だけど毎日ももちゃんと LINE してるので、もう毎日ももちゃん30日とか言ってますよ。全然40日とか50日とか毎日ももちゃんしてます。私思い出のほとんど2人で金ふなんそうやって言うんですか、知らんかった。どっちが大事なのと聞くタイプ、バラーだって。永遠プレッシャー。こんな感じ、毎日ももちゃんしてますね。ももちゃんのが、いや、ももちゃんがめっちゃなんかね、妹感があるんですよ。なんかももちゃんが年下に見える。ももちゃんの方が毎日ももちゃんしてますよ。仕事と私どっちが大事だって。でもももちゃんとさだちゃんフォルダあるの。あ、フォルダはないかも。フォルダ作っときたい。ん、
さあちゃんの気持ちは大声もあるものだよね。しまっておけない大声。あお！ももちゃんと連絡数日空いたらどうなるんやろ。もうそれはももちゃん生きてるになります。ももちゃん大丈夫、生きてるって聞きます。覚えてるとかじゃなくても生きてるかが心配になりますね。あの頃一番好きだったのはももちゃんなんや。さあちゃん学校はいつから。わからん。いやいやどう見てもわからん。なんかかわいいおもちゃん。だってここから見てもなんかさらにやってしちゃいますもん。もう春夏秋冬、そうこれの写真を何年か後に見返して春夏秋冬を思い出すんだろうなって思います。マイケル・ジャクソン、わお。くっちゃんさん、花束ありがとうございます。ちょっとももちゃんでいっぱいいっぱい喋っちゃった。ラブ修行。くちゃんさん、ハートありがとうございます。じゃあ次いきます。まだね、ももちゃんの配信まだ今日はやってないのでぜひ皆さん伝えといてください。私はももちゃんフォローしてるので通知来るんですよ。くっちゃんさん、ああ言ったな。マイケル・ジョキさん、わお。え、そらわおって言ったらビーバーハリケーン。ももちゃんのことはさあちゃんに聞いたらほぼ、そしたらももちゃんよりももちゃんのこと知ってるのでぜひ皆さん質問してください。これは今泉ミディアちゃんとめちゃマウント取ってくるだってわら。今泉ミディアとですね、ミディアちゃんと、あ、これはそれです、あれです、くだらないコンテンツのクラコンの時のあれの話です、あれですね、写真なのでぜひ皆さんクラコン見てくださいね。ももちゃん AB 型、サラと一緒。歯磨きしてる、そうそう、ミリアちゃんがかわいい。ミリアタンですよ、服の色が。そうなんですよね。サラも変顔する。変顔、これは変顔ではない。クラコン、ん、クラコンなのでぜひ見てください。撮りましたよ、もう出てますよ。安部さん、だるまありがとうございます。理想のサラちゃんの目がねえ、なんでじゃろうね、なんか違ってみますね。なんかね、この日は七並べが始まったくらいなんですよ。いつの間にか次回のメンバー、お、サラデニム似合って、本当ですか。あの配信の4人、そうそう、あの配信の4人の時ですよ。うるさいって言われとった時。SA さん、だるまありがとうございます。ミリタン可愛い。そう、ミリタンね、なんかこのミリタン彼女感があって、なんかこの写真いっぱい持ってるんですけど、なんか彼女感ミリタンと、なんか彼女感モモが担当、彼女感ユリッチもある。正直クラコンやと思ってた。え、だって一番やばかったのが、なんかその時に配信してたじゃないですか。で、配信する時はまだクラコンっていうその情報解禁がされてなかったので、何で自分たちが集まってるっていうことは言ったらダメだったんですよ。そしたらその配信してる時に、なんかドアなんかその楽屋のドアのところのさ、あ、反対側にくだらないコンテンツの楽屋みたいな、クラコン楽屋みたいなの書いてあったので、なんかあのそれが太陽が当たって、あの透けて見えてたらしくって、ももちゃんが言ってました。だからわーって思ったけど。皆さんは見えなかったかな、字は見えなかったとかだったと思うんですけど、かな、皆さんは別に何も言ってなかったので。ジュリエット歌わないと、なんで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 。じゃあこんな感じですね。ももちゃん可愛い。そうそう、めっちゃももちゃん気づくの早って思って、懐かしい。彼女感ミリタンでしたこれは。じゃあ次いきます。反転してたら気づかんか。あ、これはね、ゆずゆずさん、お金のあれさ、半分ない。そうなんですよ、ミリタンいないけど、そう、ミホリンいない。そうそう、ミホリンはいないんですよ。ダッチャンザリコチさん、あ、今日リコちゃんと LINE した。いつもくっちゃんさんのお話から、さらちゃん、くっちゃんさんからさらちゃん、そうなんですね。ちょい大人っぽいさらちゃん、かわいい。また二人で撮ってる。そう、撮ってますよ、二人で撮りました。やっぱももちゃん
ももちゃんプロっぽい。なんかね、ももちゃん可愛いんですよ。なんか、なんか可愛いですね。ごじりましたって、いいな、可愛いだ、可愛いって。そう、それもクラコの時、ももちゃんも出るので。ももちゃん背大きく見える？実際背は同じぐらいですよ。これは何のアプリ撮ったの？わかんない。姉妹っぽいアイドルですな。この4人は楽しみすぎ。そうそう、自撮り得意？自撮り、わからんけど、なんか3人とか4人とかで写真撮るときに自分が写らないんですよ、それ自撮りしてた。あんまり得意じゃないですね。さらの猫背が発動してる。そう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 、これ猫背にしないとね、見ない。このももちゃんいいね。そう、可愛いんですよ、ももちゃんは。じゃあ次行きたいと思います。次はれいかちゃんと。サラの顔のギュッてなっとるすぎる。これ前も見せたかな。ヨシーさん、ハートありがとうございます。これもクラコンなのでぜひ見てください。れいかちゃん、ももちゃん、ミリアちゃん、サラで4人で出ようと思ってます。控えめに言ってもサラちゃんのショートカメです。本当ですか、ありがとうございます。まるちゃん、田口さん可愛い。そうよ、れいかちゃんお姉ちゃんっぽい。ヨシーさん、ハートありがとうございます。なんかれいかちゃんはさっきと同じ格好と、ももちゃん、なんかれいかちゃんはめっちゃ女の子って感じする。女の子感がある、女子力が高い感じ。目の周り赤い。あー、でもこれ写真とかもあるかもしれない。ギャルっぽいですか。星たえ、星たえはありましたか。二重、わからん。でもそれだったら開かない。答えはありましたか。どういうことじゃろ。さっちゃん、さっきと同じかけど、肉声みんな可愛いです。手応えはありましたか。わかんない、どんな感じになるじゃろ。次のクラコンもまたすごそうで楽しみって。れいかちゃんとイベント一緒にできたらいいね。そうですよ。でもなんかクラコンはなんかどんな風に編集されてるのかわからないので怖いですね。なんかさあちゃん女の顔してる。本当？そうですか。レイダウンの歌に定評があるレイカちゃん。なんだっけ、なんだっけ。お前がなんかね、さらそれレイカちゃんの話をしたらもう毎回 100% の確率でレイカちゃんは言われるんですよね。頑張りました、かなり違うもんね。そうなんですよ、レイカちゃんも幼く見える、可愛い。じゃあ次いきます。見えん、これやだ。見えん。こんな感じでなんかゲームなんですよ。見えますか。これはなんかマリオみたいな感じで進んでいくときにジャンプ、なんか下がサラで上がももちゃん、ここに羊とネズ猫がいて、この中に顔が描いてる。ここで顔で、これも顔、サラあーって口上げたら、ももちゃんとなんかね、電話、テレビ電話と LINE 電話でももちゃんと一緒に電話した時になんかこんなのがあったんですよ。なんかみゃーみゃー、鼻で操作するやつではなくて、なんか目をパチってやったらこの子が飛ぶんですよ。で、なんか下に岩とか柵とかが落ちてて、こうやって目をパチンパチンってやったらそれを飛び越えるみたいな、この子が感じのやつですね。電話のそうやってやりましたね。こんな感じ。じゃあ次いきます。そう、あれ、これもはなんか見えそうで見えなさそうで見えそうでって感じ。チャーリーブラウン、チャーリーブラウンってなんかね、チャーリーブラウン、すごいゲーム。これはリネサラ。そうですね、ハムハムって。これはね、これは何回ね、これは福岡行った時に撮ったんですよ。なんかね、中学生に見えないでしょ。なんかあの新幹線が、帰りの新幹線が
リネちゃんとサラとミリアちゃん3人だったんですよ。だったんですけど、その時になんかめっちゃね緊張してましたね。リネちゃんはどんな人ですか？え、リネちゃんはもうめっちゃ優しい感じもうみんな優しいんですけど、優しい感じですよ、リネちゃんは。ほんまに大人っぽく見えるでしょ。なんかこの時はなんかリネちゃんもミリアちゃんもなんか可愛いし派手だし、なんか怖かったっていうか緊張してた感じだったんですけど、全然ほんまに優しかったんですよ。高校生かもしれん。写真によってサラちゃん雰囲気、そうそう、だいぶ違うかもしれん。20代のサラちゃんは想像これさ20代ビビってる写真、なんかもう心臓バクバクだし、なんかリネちゃんとミリアちゃんは仲が最初良かったので、からサラはあんまり年も結構違ったしあんまり話してなかったのであれだったんですけど、その時になんか2人が結構仲良く喋ってて、サラはもう寝るしかなくってその場から離れたかったんですよ、緊張しすぎて。だからなんかミディアちゃんもリネちゃんも怖かったので、だからなんか、ね、寝るしかないというか、もうなんかね、もうなんて言ったらいいん、なんか現実逃避をするために寝てたんですよ、この時に。それで怖かった、怖かった、全然何もあれなんですけど、すごい優しく喋りかけてくれてたんですけど、なんかなんて言うんだろう、貫禄があったみたいな、貫禄があったんですよ、その私にはない。緊張してる顔、そう、キサラは緊張してたのでこんな感じですね。でサラ寝るしかなくて寝てたら、なんかミディアちゃんが寝てるサラを動画に撮ってて、なんかそれを数日後1週間後とかに送ってきてくれたんですけど、ミディアちゃんからなんか最初に LINE 来た時嬉しかったんですよね。ジムのランニング中だったんですけど、めっちゃ貫禄がないんですよ。イケてる人、見えた見えた、服とかも可愛いし、もうみんな美人さんだし、最初はもうほんまにみんななんか緊張してました、みんなと喋る時。こんにちはケイシーさん、こんばんは。その緊張した新幹線の中で撮ってた写真でした。これはこの写真送ったことないっけ、じゃあ送りますね。大人に見えたので、そう、今はあれでした。でも最近まで3月とかはまだあれでした、あれだったかもしれん。でももう STU で活動を始めてからも5ヶ月ぐらい経つので半年ぐらい、びっくりです。あれってないかな、送ってないっけ、じゃあ送ります。じゃあ次行きます。アンナちゃんです、あれだったんだね、びっくらぽん。他の子も分からんけど、どうじゃろう。なんかこれはアンピーちゃん、こうしても見えんのか、こうしとこ、顔が。なんかね、これはオーディションの最終審査の時だったんですけど、なんかアンナちゃんは二次審査で同じ会場だったので、なんかね初めてそこで見たんですけど、もうびっくりするぐらい、もうびっくりするぐらい可愛くて、アンナちゃんは。そう、兵庫の神戸の会場で見た時に、もう川又親子さんが、川又アンナちゃんとお母さんがいらっしゃったんですけど、可愛い2人とも、もう美人すぎて可愛すぎて本当にびっくりしたんですよね。美人さんすぎて、って思って、ほんまにみんな周りが可愛くって、サラがほんまに一番可愛くなかったんですけど、なんかその時はもうなんか可愛いこと話したいから入りたいと思いました。で絶対に動画写真で、オーディションの時の配信とかも結構見てて、だしなんかアンナちゃんの好きなものは田中康子さんみたいな、その動画も結構見たし、もうファンなんですよサラは。それでアンナちゃんと最終オーディションの時にもう絶対話しかけたいって思っとって、そしたらなんかアンナちゃんと席が近かったんですよね
同期がそれで席が近かったのでその撮ってもらったんですよ写真を。アンナちゃんにこの間話してたら喜んでたよ。アンナちゃんも覚えてたかなやった。でなんか撮ってもらった時にもうアンナちゃんに会う時もなんか先輩方と会う時みたいにもうやばいぐらい緊張してたのでなんか大好きですみたいなアンナちゃんのこともなんか二次審査一緒でしたよね大好きですみたいな感じでびっくりしました。なんか変なことを言っていたなって思いました。初心者ぶり。私オーディションの時はももちゃんにもなんかサラは可愛い子大好きなので結構みんなあれだったんですけど結構みんなその可愛くてみんな結構見てたんですけどサラはなんかねももちゃんも写真撮りたいって思っててももちゃんに喋りかけに行く時はもうなんかリッセももかちゃんですよねってめっちゃ名前知ってるくせにリッセももかちゃんでしたよねみたいな感じでなんか知りすぎてたら気持ち悪がられるかと思ってあんまり知らんっぽく言ってた。懐かしい。リッセンももかちゃんですよね。しゅんさんかわいい、ありがとうございます。オーディションの最後のハイタッチでさら星一番時間かけておめでとうって言ってたよ。誰にかな知らないふり。そう猫をかぶりまくっててそんなさあちゃん似合いながら止まりません。そうもうサラもう仕方なくてこのあれは回避できないのでなんか知っててもなんか知ってても知らないふりをしてしまうんですよね。調べてるってことが言えないんですよね恥ずかしくて。そんなさあちゃんかわいい、さあちゃんといえばかわいいと思われてたよ。いや絶対思われてない。なんかでも昨日 LINE でももちゃんとその時の話をしたんですよ。なんかそのオーディションの時アナちゃんが美人さんってお母さんが話してよくて。そうなんですか。本当にありがとうございますみゆさん。なんかねオーディションの時にももちゃんとサラはバレてた。サラはなんか受付の順番が近くってあの時になんかあれももちゃんじゃ可愛いってなったんよみたいな話をももちゃんにしたらなんかもんはあの時もう緊張しとってなんとかでっていう話をしました。であの時みんな怖かったよねみたいな。ビギナーさん、お日様さん、初見さんありがとうございます。お日様46さん、ももちゃんと仲良しさらちゃんかわいい。そうなんかそんな感じで懐かしかったです。なんかももちゃんも最初は怖そうに見えてたんですけどね。はるさん、えんちゃんさん、ハート誰もありがとうございます。でもパパもももちゃんかわいいって言っとったし、あんなちゃんもあんなちゃんもかわいいって言っとったそう懐かしい。こんな感じ。オーディションのことはみんな自分のことで、なんかねめっちゃ怖く見えましたオーディションあるあるかな。ホスターさん、はるさん、ハートありがとうございます。みんな怖かったんですよね。怖ばってた。そうかな、そう怖かったじゃあ今日はこんなところで最後の懐かしい写真で終わろうかな。これでアンナちゃんとの写真でした。試験会場だと周りの人がそう多分みんな賢く見えるのと一緒でみんながめちゃくちゃ可愛いので緊張してたんですよね。みんなが怖く見えたんですよねではランキングを読ませてもらおうと思います。13位サクサクさん、ありがとうございました。イエーイ。12位エンちゃんさん、ありがとうございました。イエーイ。11位ミユさん、ありがとうございましたそして10位ケブ PH さん、ありがとうございました。そして9位ヘイジさん、ありがとうございました。そして8位ドサンカリョータさん、ありがとうございました。あ、そう明日あれです。明日の13時から公演を、僕の太陽公演をやるので曲割りで、ごめんなさい途中で言っちゃって、ぜひ来てください8位ドサンカリョータさん、ありがとうございました。
パチ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 。7位ヨシーさん、ありがとうございました。6位たこ焼きクラゲさん、ありがとうございました。5位くっちゃんさん、ありがとうございました。4位フォスターさん、ありがとうございました。3位神奈川おうちさん、ありがとうございました。2位森地郷にいちさん、ありがとうございました。そして1位安部さん、ありがとうございます。明日の1時から公演、ぜひ見に来てください。じゃあ、アンナちゃんとの写真でこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。